沖縄って風習的に、ユタっていう人がいるんですね。ユタって何かって言ったら、まあ霊媒師なのかな、本土でいうところの、まあ、そういう人たちがいて、でまあ庶民的に結構そういうユタに自分自身を見てもらって、まあ、精神的に悪い部分とか、まあ、見えない部分でのなんか薬剤とかをこうしたら改善できますよっていう相談をしてたりする風習があって、で僕中学の頃に、まあ、部活動をやってたんですけど、サッカー部で、ただ後半ぐらいからちょっとグレ出しまして、もう部活も半端になり勉強も半端になり、で、まあ、うちのおばあちゃんがそれをとてつもなく心配して、まあ、ちょっと見てもらおうかって言ったに見てもらったわけです。僕自身をどうなんだ。そうすると、まあ、ユタはいわく、あなたのマブヤは中学のグラウンドに置いてあるから、それをちゃんと取りに行かないとダメさ。僕のね、マブヤ、要はマブヤっていうのは魂、ね、魂ってでも感じることができないからみんなはぁみたいな感じですけど、まあでもユタ曰く、まあ、あなたは自分の魂を中学校のグラウンドにそのまま置き去りにしていると。だそれを拾ってこないと今の現状からは脱出できないですよ。で、それを取り戻すには毎日寝るときに丸い綺麗な石があるんですけど、まあ、それを枕のところに置いて、で寝るときにこう上向きになって、お祈りをして毎日寝ろみたいなのを言われて、それをすることで魂を取り戻せると言われたんですけどね。まあ、半信半疑だったら全然できてないですけど、うん、だから下手すると今でも僕の魂はその中学校のグラウンドにずっとこうユニフォーム着てボケって立ってるっていうことになってるかもしれない。信じるか信じないかはあなた。チャンネル登録お願いします。